焼肉のプロの方にお話を伺ってその上で問題を洗い出して見直してみました結果今の状態で光くんと掲げていたぎゅうぐいのようなコンセプトのお店を作るのは難しいという判断に至りましたでこのまま続けていくと光くんのブランドを傷つけてしまうん 可能性がという,かもうすでにいろいろ傷つけてしまってると思うんですそれも本当に申し訳ないことですし絶対してはいけないことなのであの今後もこのまま続けてい,いっても成功するかどうか分からない中あのこれ以上光んにリスクを負わせるのはもう絶対違うなというふうにチームみんなで話し合ってその結果あのこっちのチーム我々からお願いをして光んにはる 撤退ししていただきましたであの共同経営者としてあのお互い出したお金光くん側が出したお金っていうのはもう責任を持って全額返済いたしますそれはもう絶対しようと思ってますあと、まあ、光くんプロデュースの焼き肉屋を本当に楽しみにしてくれていた光くんファンの皆さんはに対しては本当に申し訳ありませんすみません そこは本当にすいませんあともうこれは絶対言いたいんですけどもいろんな憶測記事であるんですけどもあの光君とあの仲高いとかそういうことには喧嘩をしたとかそういうこともないですしあのお互い今後ともっていうかもう光君から今後とも楽しい動画撮りたいですからよろしくお願いしますというあったかい言葉ももらっているしもちろん僕はもう光君大好きですからあの2人で今後楽しい動画というのは撮っていきますのでそれはまた別として。 えー、皆さんに楽しんでいただけたらなと思っておりますあの本当に今チームみんなもあの睡眠削って頑張ってくれてますので絶対なんか楽しんでもらえるお店にしますなのでオープンがいつになるか分かりませんがあの見ていってくださいはい頑張りますよろしくお願いします お話が面白いと思った方はチャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします